フアナはカスティーヤ女王。結婚後から精神異常が顕著となり、特に夫と死別して、以後さらに悪化したため、約40年の長期間にわたり遊兵された。この間、公文書のサインは、女王フアナとカルロス・一世の二つのサインが添えられ、名目上の共同統治者であり続けた。この長男カルロス・一世の統治下で、スペイン帝国は流星を極めることとなる。 フアナという異名をでも知られ、芸術作品の題材ともなっている。1479年、カスティーリャ女王イサベル一世の夫で、共同国王であるフェルナンド五世が、アラゴン国王フェルナンド二世として即位し、カスティーリャア,アラゴン連合王国が成立する。同年、フアナは二人の間の次女として誕生。幼少期は、内気な性格で一人で過ごすことを好み。 読書好きで多数の言語を習得した。そして、非常に信仰深く育つが、政治には全く関心を示さなかったため母、イサベル女王を落胆させた。1496年10月20日に、ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の長男である、ブルゴーニュ皇フィリップと結婚した。兄のアスティリアスフアンは、フィリップの妹マルグリットと、 翌1497年4月3日に結婚しており、いわゆる二重結婚であった。結婚にあたり、フアナは2万2000人の従者、130席にも及ぶ大規模な戦団を伴ってネーデルラントへ渡航した。ゼーラントに到着した一行をフィリップ美行は出迎えず、フアナを落胆させる。しかし、フィリップの妹でスペインに嫁ぐ予定のマルグリッドが暖かく歓迎した。 婚礼の前日、フィリップとフアナは初めて対面する。美行という通称通り、金髪壁眼の美しい姿にフアナは惹かれ、またフィリップにとってもカスティリア人のフアナは初めて見るタイプの女性であり、二人は正式な婚礼に先立ち、対面に立ち会ったスペイン人司祭に命じて、その場で簡素な結婚の儀式を行った。結婚当初は、二人は情熱的に愛し合った。 しかし元来真面目なフアナは、夫の不実を許すことができず、人目をはばからず夫や相手の女に激高することもしばしばで、フィリップの心は離れていった。夫への猜疑心へかられ、次第にフアナの精神状態は不安定になっていった。当初、この縁組は両家の絆を深めるという以上のものではなかった。しかし1497年、 フアナの兄フアンが結婚から間もなく溶接、残された身をもの王太子ヒマルグリッドは男児を死産した。さらに1498年には、ポルトガル王マヌエル一世の日となっていた姉のイサベルが、1500年にはそのコミュゲルが相次いで亡くなり、フアナがカスティーリアの王位継承者に指名された。1501年11月、フアナは夫フィリップと共にカスティーリアへ渡ることとなる。 フィリップはカイロを嫌い、ハプスブルク家の宿敵となるフランス経由で向かうこととなった。フィリップの父マクシメリアン一世と時のフランス王類十二世の非アンヌ・ドブルターニュの間には過去の因縁があったが、フィリップは全く気にせず、フランス宮廷での艦隊を謳歌した。一方、フアナは過去の因縁に加え、フランス王家の悪臭を聞いて育ったため、怒りと屈辱を感じていた。 スペイン到着後、フィリップは、フアナの両親である、イサベル女王とフェルナンド王に対し、フアナが精神異常をきたしていると権限した上で、自身の大位継承を要求した。しかしフィリップは、スペインの乾き切った土地と金言で、新人深い人々を嫌い、翌年には、隣月の妻を一人カスティーリアに残し、故郷のネーデルラントへ帰った。フアナはショックを受け、さらに病状が悪化する。 子供の養育は困難な状態であった。ネーゲルラント総督となっていた兄嫁マルグリットが、長男カルロスのほか、レオノール、イサベル、マリアを養育した。フアナの父フェルナンド二世が、次男フェルナンド父と夫の間で、編集1504年11月にイサベル一世が放御した。戦術の遺言の存在が明らかになると、フィリップは激怒し、フアナを脅迫したり、あるいは、 結婚当初のように愛情を装って懐柔し、フアナに多い継承権を放棄させようとしたが、フアナは固くなにこれを尻けた。また、父アラゴン王フェルナンド2世は、翌1505年に、ジェルメーヌ・ド・フォアと再婚し、死死を設けようとしていた。もし死が誕生すれば、アラゴンの多い継承権はフアナから消滅する事態となった。スペイン王国は、 カスティーリャ・レオ王国とアラゴン・カタルーニャ王国が統一されて、日が浅く、多数派であり絶大な支持を集めたイサベル女王の崩御によって国内は混乱に陥った。フィリップはスペインを訪れて、フェルナンドと対決してでも、フアナの実権を手に入れる野心があった。フアナは最後カスティーリャに渡る。1506年1月7日、フリシン・ゲンコより回路で出発する。この航海の途上。 暴風に見舞われた一行はイングランドに漂着し、イングランド王ヘンリー7世の保護を受ける。1月31日、フィリップと不安な一行は、ウィンザー城に到着し、艦隊を受ける。帰せずしてフィリップとヘンリー7世は会談の機会を得、両者の政治、軍事面での連携を約束した条約を結ぶ。条約締結に伴い、フィリップの妹マルグリットとヘンリー王子。 フィリップとフアナの長男カールとメアリーを王女の子に役が決定された。フィリップは口実をつけて、フアナを表舞台に出そうとせず、イングランドを対し未亡人である妹カタリナと対面する機会もほとんどなかった。4月末になって、フアナら一行はラコルーニャ港に到着する。首都バリアドリットへ向かう道中、一貴族に噴した父フェルナンド二世が出迎えた。フェルナンド二世は、 フィリップと対立して内戦に陥らせるより、フアナの王位継承を認めて、ネーデルラントへ帰還させ、スペインの実権だけを握ろうとしていた。そして、フェルナンドは、道中の教会で、フアナのカスティーリャ上即位とブルゴーニュ号フィリップの接触就任を認めることを表明し、両者は和解したかに見えた。こうしてフアナは、カスティーリャ王位についた。夫フィリップは、 カスティーリア王フェリッペ一世を名乗り、妻との共同統治を主張するが、コルテスでは王の配偶者としか認められなかった。夫との死別という兵、編集、フィリップの死期をさまよう教女フアナ1506年、フィリップはブルゴスでペロタをした直後に飲んだ冷水にあたり、9月25日に休止した。ナポリ滞在中だったフェルナンド二世は出国前に、 シスネロス数奇教を国王代理に指名していたため、混乱を防止することができた。衝撃を受けたフアナは、完全に正規を失った。夫の埋葬を許さず、その棺を運び出して馬車に乗せ、数年間カスティーリア国内をさまよい続けた。王室礼拝堂のあるグラナダを目指したとも言われている。1507年頃、イングランドをヘンリー7世から最下の話が、浮上する。ヘンリー7世は、 男子の後継者が一人しかおらず、バラ戦争後の国内情勢の安定のため再婚に熱心だった。しかし、未亡人のまま、イングランドに泊まる実眉、カタリナの一件もあり、演談はまとまらないまま、ヘンリー7世は1509年に崩御する。1508年、フアナは不王によって、トルデシリアスのサンタクララ修道院に隣接した、上官に遊兵された。女王は、 政治の場から忘れ去られ、教助と呼ばれる。ネーデルラントで出産した4個の記憶はないが、末娘カタリナに対しては異常な執着を見せ、カタリナの惨状を見た長子カルロスが彼女を脱出させるとフアナは狂乱して暴れたため、カタリナはトルデシリアスに戻されたとされる。1516年には父フェルナンド2世も死去し、 長男カルロスがフランドルから迎えられ、カスティーリャ・レオンとアラゴン・カタルーニャなどを統合した、スペインをカルロス一世として、政務を代行することになる。ここからスペインハップスブルク朝の時代を迎えることとなる。ネーデルラント育ちのカルロスと側近に対する反発や、スペイン育ちの次男フェルディナントを推す勢力も背景に、あり、1520年にコムネロスの反乱が勃発する。この時、反逆者たちは、 フアナと会談し、女王の承認を得て正当性を主張しようとしたが、フアナは全く政治に関心を示さず、以後反乱は自然が解に向かい、国王軍の勝利で終結した。フアナは40年以上の遊兵生活の末、1555年に生涯を閉じたが、正式には崩御するまで大意を拒み、女王であり続けた。また、カルロス一水は遠征からの帰国の度に母を見舞い、 存命であることに安堵していた。サインをする際も、フアナは最後まで、ヨられーなとしていた。政治的には、母譲りの真の強さを発揮し、王は哀れの身と宣言して、無能な夫とは、対照的であったと評価する向きもある。1555年4月12日、フアナが崩御すると、すでに老境に入っていた、カルロス一世に強い精神的打撃を与え、同年10月、カルロス一世は、 金曜も騎士団長の職やネーデルラント統治を息子フェリッペ2世に上位し陰性に入ることとなる。ハット後に妹マリア、長女レオロールの夫にもなった。マクシミリアンとアンヌは代理結婚していたが、先代のフランス王シャルル8世が、マクシミリアンの娘マルグリットとの結婚を無効にして、アンヌを王妃にした。その後、シャルル8世の休止後に王位を継いだ、ルイ12世は、 最初の王妃ジャンヌを離婚してアンヌと再婚した。当時は王太子未亡人としてイングランドに留め置かれ、イングランドからもスペインからも礼遇されており、フアナの助力を期待していた。その後、イングランド王ヘンリーパス政妃となる。ありがとうございます。